もしお母さんたちが許してくださるなら、俺を加藤家の一員に、息子に。でもそれじゃ岩城さんが。俺は大丈夫です。俺が長男になってしまうことで考える問題は事前に文章化して解決しておけばいいと考えます。俺を本当の家族にしてくださいませんか、息子に。そう言われてみれば、いつからだろう、脱皮したみたいに芝居が柔らかくなったって自分で感じた時があったんだよ。本で描かれてない行間に感情が溢れてくるようになったのはいつからだろう。恋を歌った歌が切なくて涙するようになったのは、恋をしたからだ。俺は息子相手に何を恥ずかしいこと。あ、いや、こればっかりは経験を積むしかないんじゃないかな。お待たせしました。ほっとけるわけないだろう。らしくないぞ。だったら不安がなくなるまで抱いたらいいだろう。こっちはそのつもりでしっかり準備して待ってたんだ。手なんてケチなこと言わず、俺自身で包み込んでやる。はい、目を開けてください。ありがとうございます。素晴らしい。皆さん本当にちょっとリアルで聞いていかがでしたか。僕は恥ずかしくないんですけどね、会場の皆さんが恥ずかしがっちゃって